日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。いやー早いもので、あと1週間ほどでクリスマスですね。というわけで自分もこちらのクリスマスチョコレートミックスというお菓子を食べたいと思います。あとこれ先日外に行って用事があって、その用事の先でもらったんですが、あとカルディのお菓子もいくつか載ったんですけど、これはもう一つずつしか食べてないので、サクッと食べちゃう。美味しかったらまた後日改めてレビューしますね。それではミックスチョコレート、ちょっと開けていきましょうか。意外に勢い弱いな。このように中にいろいろ入ってましたね。ミルクとか、なんだろう、中身がわかんないやつが2つ。どれがどれなんでしょうね。でも、一番見えているミルクから食べていきたいと思います。六角形なのかな？雪結晶をイメージしてるのか、ちょっと模様が書いてありますね。では、いただきます。大人になると、なかなかプレゼントもらう機会とかもないんですけど、こうして何かの機会にもらえるというのは本当に嬉しいですね。あなたに何かあげること考えたいんですけど、何かあるかな。チョコレート欲しいな。あとカルディのお菓子もなんか気になるものがいくつかあったので、また今度買ってデビューしてみます。あー中身割れちゃってるなんてのもありましたけどね。でもやっぱり嬉しいです。美味しいお菓子もらうのがなのかな。だけど私が今一番欲しいクリスマスプレゼントはで、自分がもらうことを考えてどうする。あなたは何が欲しいですか。私に教えてくれると嬉しいです。さてチョコレートのレビューについてはこの後すぐにやります。ごちそうさまでした。中にはミルクチョコレートが7袋、クランチチョコレートは3袋、ヘーゼルナッツチョコレートが1袋入っていました。ヘーゼルナッツだけ少なすぎやしませんか。で食べてみた感想なんです。ミルクチョコレートは割とシンプルな、口の中でスッと溶けていく、ちょっと甘めのチョコレートですね。ただそこまで甘さは強くないので、甘ったるいのはなと思う方でもおすすめできます。の次に食べてみます。クランチチョコレートはザクザクという心地よい音が食感という形で変化を与えてくれるので、音も楽しみたい場合におすすめ。最後に1個しか入ってないヘーゼルナッツチョコレートです。クリームはちょっとねっとりしていて歯にまとわりつく、でナッツの香ばしさもあまり感じられなかったので、1つしか入ってないので期待させてくれた割にはちょっと物足りなかったかなと思いました。今回食べたこちらのミックスの中で自分はクランチチョコレートが一番音と味どちらも楽しませてくれてよかったなと思ったので、代表として4点とさせていただきます。はい、というわけでいよいよ来週はクリスマス、まあ私からのクリスマスプレゼントはというわけではありませんが、私が今月2日に出演させていただいた S4U フィルムギャラクシーで上映された私を含む7つの作品が現在ダウンロード販売限定で販売されていますので、そちらのサイト載せておきますね。期限は1月9日までなので、興味のあるあなたが買ってくれると嬉しいです。でなんで狙うクリスマスなんで、そしてその壇上、その時の舞台挨拶でも言ったのですが、もしその映画を見られた方で、もっと裏話聞きたいな、このシーンどういうのか気になるの、そういう裏話的な話が聞きたいというのであれば、 X のコミュニティか Discord のサーバーに質問を投稿していただければ、ま、ちょっと全部は答えられないかもしれませんけど可能な限りでお答えいたしますので、そちらもぜひよろしくお願いします。していただけると嬉しいです。では本日の演目はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、ダウンロード販売の映画を購入していただいたり、コミュニティサーバーにコメント質問をいただけると嬉しいです。演舞終演。
チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。